このチャンネルは家族が幸せになる九星気学を日常生活に使えるようにお話ししています。具体的には毎月の運勢動画を上げています。毎月の運勢動画ではあなたの行動の仕方、開運の仕方がわかるだけではなく、あなたの星の特徴を毎回入れています。それはあなた自分自身を知ることで開運していくというエッセンスがあるからです。自分を知り、そして家族のことを知る。そうするとあなたの行動の仕方、考え方、受け取り方、声のかけ方、そういったものが分かってきて、次第に人生が生きやすくなってきます。もしこの動画をご覧になってわからない点があったら、サブチャンネルおしゃべり九星気学で質問も受け付けています。毎週木曜日夜9時からやっています。ぜひ遊びに来てください。そして九星気学ひろののこのチャンネル登録をしてくださっている方は、大体の方が非番吉報、通称吉カフェという開運方法を行っているようです。それは私がその開運方法の動画を上げているから、それをご覧になって活動してくれています。昨日より今日、今日より明日と少しずつ幸運になっていき、1年前の自分と全く違う生活が送れている、そういった方が続々と現れています。この非番吉報、通称吉カフェという開運方法は九星気学の基本の開運方法であり、上級者も欠かさず行っている、簡単にできるけどとても効果が高い開運方法です。もしあなたも幸運体質になりたい、昨日より今日、今日より明日、そして1年後今と違う自分になっていたいという方は、ぜひ九星気学ひろののチャンネル登録をしていただき、非番吉報、通称吉カフェを行ってください。非番吉報のやり方の動画、そしてサブチャンネルおしゃべり九星気学の URL は説明欄に貼ってあります。ぜひ訪ねてみてください。それでは私と一緒に一歩一歩開運していきましょう。最後まで聞いてくださってありがとうございました。